今日の味噌汁の具は小松菜としめじがたっぷり入っています。キノコ類も味噌汁にすごい合いますよね。今日もうまい味噌汁です。ふりかけはいつもののり玉になってます。そろそろふりかけも別の種類をちょっと探してみたいですね。漬物は白菜ですね。今日もシンプルで美味しいご飯です。昼飯スーパーで弁当を買ってきました。味は煮物弁当って言って、結構ね手の込んだ綺麗なお弁当ですね。いろんなおかずがあってご飯も3種類あるんで、ほんと贅沢ですよね。美しいですね。まず一番左のおこわからいただきます。温めてないですけど、味付きのご飯は冷めても美味しいですよね。特大のミートボールがあるの嬉しいですよね。やっぱ肉を食べないと。で真ん中は赤飯になってますね。赤飯も僕結構好きですね。卵焼きも分厚いのが1個入ってます。甘くない卵焼きですけど、僕はこういうのが好きですね。さすがにエビの頭は食べれませんね。ちょっと桜漬けがあるのが嬉しいですね。こんだけいろんなおかずがあると迷っちゃいますね。どれを食べようか。煮物も味がしみしみで美味しかったです。夕飯はナスと豆腐のダブル麻婆です。まずはサラダからいただきます。いつも通り プチトマトも美味しいです。いつもはオンザレスで丼にするとこですけど、今日は気分も変えて別々にいただいてみます。やっぱ麻婆豆腐は美味しいですね。麻婆の辛さとナスと豆腐のボリュームで元気が出てきますよね。米にもよく合いますよね。やっぱね、いつもはスプーンは右手をなるべく使うようにするんですけど、もうね食べたくてしょうがないんで、ここからは左手でいただきますよね。やっぱ丼にした方が食べやすいですね。ネギもやっぱり麻婆豆腐になりますよね。ちなみに麻婆豆腐はいつもの丸宮の麻婆豆腐です。やっぱ麻婆豆腐はご飯を美味しく食べれる料理ですよね。
本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。